アシロチャンネルです。今日はですね、ちょっといつもと違う感じで撮影していこうかなと思うんですけど、今日は部活で中学高校などでレギュラーを取りたいんですけど、結構ライバルがいますと。でライバルがいてどうすればレギュラーになれますかという質問をいただいてます。で自分も中学軟式野球部で、そこから硬式を始めて高校野球やったんで、どちらかというと中学で硬式やったところよりはスタート時点ではちょっと遅れてる感じだったので、内容としても少し参考になるんじゃないかなと思いますので、今日はその話をしていこうかなと思います。で、まあ、自分の行ってた高校なんですけど、公立高校で、まあ、大体部員が100名ぐらいおりました。で、まあ、1学年大体30何人とかで、最初102名いたんですけど、まあ、辞めたりなんだりで多分最終的に98ぐらいだと思うんですけど、まあ、その辺のレベルの話ですが、早速やっていこうかなと思います。早速なんでこのホワイトボードを使って説明していきます。はい、大体まず部員が100名ぐらいおりました。はい、まず大きく分けてこんな感じです。まあ、1軍、2軍、3軍と分かれてまして、大体人数でいくと、大まかに分けるとこんな感じで、大体1軍が25、で、2軍が大体25、で、残りっていう感じになるんですけど、大会前とかで結構メンバーの変動があるときは大体、こんな感じで、まあ、プラスが大体5人ぐらいいまして、まあ、30、30ぐらいになります。大体1軍で試合があって2軍の試合があってって感じなんで、ここは別のチームで活動することが多いんですけど、平日練習は同じチームで行います。で自分はずっと1、2年生の時は、まあ、2軍に行ったりちょろっと1軍に行ったり、まあ、3軍に行ったりといろいろおるちょろしてたんですけど、まあ、自分の代になってからは基本的にスタートは大体1軍の2番手でいました。もう1軍のレギュラーがあって、その1軍の機会がまあこんだけいるんで、そこに最初いたんですけど、まあ、最終的にというか大会が3つあって、秋、春、夏があって、最終的にそこの3つは全部レギュラーだったんですけど、そこの行くまでには結構こういう行ったり来たりを繰り返してました。で、まあ、その途中でいろいろ考えたりとかしてて、どうしたらレギュラーになれるかなと、どうしたらこの1軍に長く入れるかなっていうのを考えた時に、まあ、これちょっと自分の考え方なんですけど、そのライバルというか、まあ、同じポジションに何人かやっぱりいるわけです。大体1軍だと大体1ポジションに 2,3 名います、選手が。で、まあ、その中で1番の人が試合に出れるって感じなんですけど、結構そのライバルというか、まあ、同じポジションを争う選手、同じキャラの選手いると思うんですけど、まあ、そこと比較してしまったっていうのが最初、1番のミスでしたね。そのライバルに勝ちたいからライバルよりも頑張ろうと考えたのが、まずそこがレギュラー取るのに苦戦した理由でして、どういうことかっていうと、まずこの1軍のレギュラーっていうのが9人います、各ポジション1人で。そこにこの3つから大体加わります。ダイソー、ダイダー、守備固め。人数は決まってないんですけど、まあ、振り分けはこんな感じですね。大体まあ全然ばらつきはあるんですけど、大体大きく分けて、まあ、1、2名、2、3名ぐらいだったかなと思います。まあ、ここは大体サブメンバーというか、大体ここは 1.5 軍と話させていただくと、この時点で大体ですけど約6名と。で、この2つに加えて残りが大体3から5名と、まあ、大会によって、違いますので、18の時と20の時があるんで、そこで、差はあるんですけど、大体この残りの枠があります。で、ここは基本的に自分らの高校の場合は盛り上げ役、ラッキーキャラみたいな感じの人がいたりとか、まあ、ブルペンキャッチャーがいたりとか、まあ、あとはここに匹敵する何かを持ってるとかいう感じの子が入ってまして、大体大まかに分けて、うちの自分らの高校はこんな感じで分かれてたんですけど、で自分が犯したミスというか、途中まで気づけなかったミス、そのライバルを意識しすぎて、ライバルに勝とうと思って、この辺を全然見えてなかったっていうのが大きくあります。で自分が行った一番大きなターニングポイントというか、大きく変わったポイントがありまして、どういう考え方をしたかというと、ゲームのパワープロ君知ってると思います。そのゲームの中でサクセスっていうのがあって、まあ、育成していくゲームがあるんですけど、それに自分を例えた方が早いんじゃないかなっていう考えに至りました。大体それが2年の冬ぐらいですかね、残り6ヶ月ぐらいになった時ですね。大体半分ぐらいですかね、春帯のちょっと前ぐらいです。で、それをどういう考え方をしたかっていうと、例えばなんですけど、皆さんがゲームをやるとして、アレンジチームを作るとします。で、監督をやるとします。で、その時にこの2つの選手がいると想定してください。例えばこの2つのパターンがあるとします。この選手はオール D、 平均的に全ての能力がそこそこ普通ぐらいある選手と、この選手は打撃に関しては、まあ、CA なんで、もうクリーンアップを打てるぐらい能力があるけど、ちょっと守備力に問題があったり、足がちょっと遅かったりするとします。そしたらどっちの選手をスタメンで使いたいかって考えた時に、おそらくこっちの選手を使うと思うんですよね。この打撃があれば、まあ、クリーンアップに置いておけば打ってくれるだろうと、まあ、自分がゲームをしてても期待できる選手じゃないかなと思います。
で、どっちかっていうとオール D の選手、弱点はないんですけど特別優れた能力もなく、まあベンチにいて例えばこの選手が代打を送った、そしたら守備力でもいける、そうダイソーもいけるっていう感じで、ベンチには入れときたいなっていう選手だと思います。万能タイプっていう感じを考えた時に、このような感じで特化した能力を持ってることがレギュラーになる近道なんじゃないかなと思います。で、これ今これ5個の能力で見てるんですけど、パワープロ君にもあるように特殊能力っていうのがあります。まあ実際これだけでは伝わらない部分ですね。あくまでも例なんですけど、こんな感じでバント職人、チャンス丸、リーダーシップ、パワーヒッター、内野安打などいろいろあります。まあゲームでもいろいろあるんですけど、でこの能力が多い選手っていうのはチームとしてもかなりプラスになる選手なんじゃないかなと思います。で、こういう能力には現れない隠れたというか状況によって発揮する能力だと思うんですけど、そういうのも選手選ぶときに大事になってくるんじゃないかなと思います。こういうのが1個もついてない選手とたくさんついてる選手だったら、やっぱりたくさんついてる選手の方が試合で使いたくなると思います。で、まあいろいろ話したんですけど、どういうことを言いたいかというと、自分が皆さんにレギュラー取りたいなと思ったときにやってほしいのは、ライバルを意識するのももちろん大事なんですけど、チームとしてのどんな選手が必要か、ね、ちょっとまあチームカラーとかもあると思うので、それはチームによって違うと思うんですけど、自分らの代というか自分らの高校の時の代は、本当に打つチームで 1,2,3,4 打順があったら、ほとんどの選手出てる選手はホームランを打てる選手で、他の高校に行ったらクリーンアップを打つだろうなぐらいの感じの選手が揃ってました。で、自分のチームに足りなかったのがスピードと小技が足りなかったんですよ、自分らの代は。で、そこだったら1、2番になれるんじゃないかなという考えで、まあ、自分が目指した場所っていうのが、まあこの辺ですね。打てるバッターと飛ばすバッターがかなりいたので、この辺が結構穴というか、まあ、チーム的に足りない部分だったので、ここの辺でトップレベル、チームの中でトップレベル取れれば、まあ、レギュラー取れるんじゃないかなっていうことで、まあ、バッティングですごい飛ばすようにする練習をほぼせずに、まあ、チームカラー的に、まあ、無理だったんでパワーも全然なかったので、まあ、この辺を極めていきました。で、多分最終的にこのバントっていうのと、まあこの辺ですかね、この辺が、まあ、バントはめちゃめちゃ練習して、まあ、つなぎもそこそこできて、まあ、守備とスピードも、まあ、チームだったらそこそこというか、まあ、だいぶ頑張ったぐらいまでいったんで、まあ、この3つっていうのはうちのチームに足りなかったことだったので、それが打順に入ることによってよく回る、点が入っていくっていう感じになったので、まあ、それが気づけたのが一番でかかったのかなと思います。まあ、ライバルの選手とかが結構打ってたり選手いたので、ちょっとあの打力には勝てないなと思ったので、その選手を相手するっていうよりはチームの穴に入っていくっていう感じで考えました。ナンバーワンになれることを探していくというか、自分がどうやったら勝利に結びつけるか、チームとして必要されるかっていうのを考えた方が早いかなという考えに至りました。そんな感じで、まあ、本当はしたくないですけどね、バントとか、もちろん打ってホームランとか打ちたいって気持ちはあったんですけど、まあ、その時の能力的に無理だったので、というか周りがすごかったので、まあ、叶わなかったんで、まあ、この辺を極めたっていう結論に至ります。というわけで、まあ、なんとなく伝わったかなと思うんですけど、自分が高校時代に考えていたレギュラーを取るコツ、取ったコツ、まあ、多分これ気づけなかったらずっと多分パワープロ君で言う F の部分を D にしようっていう考えだったんですよね。じゃなくて C の部分を A にしようっていう考えに変わったんで、それが一番大きいかなと思います。まあ、気づいたのは春隊の前ぐらいですね。というわけで今回は、自分がレギュラーを取ったポイントを紹介しました。で、ここまでで一応動画終わるんですけど、どういう練習をしたのかっていうのをちょっとこの後続いてやっていくので、もし興味がある方は引き続きご覧ください。はい、続きまして自分が行っていた練習を紹介しようかなと思います。まあ、当時、今は結構練習やりすぎて怪我をするので質を高めようっていう話になってると思うんですけど、まあ、当時 4,5 年前は、まあ、自分も結構能力的には全然本当に中学軟式上がりで、中学のチームだったら足も速かった方だし守備も上手かった方だったんですけど、まあ、高校に行ったらもう普通の波の選手でした。で、まあ、自信があってってわけじゃないんですけど、まあ、いけるだろうなと思ってたことがやっぱり高校に上がることできなかったんで、守備は徹底してありましたね。どんな練習かっていうと、守備に関して大体1日の流れがあるとして、うちの高校は朝練は強制じゃなかったんで自主参加だったんで、はい、まず朝練はこんな感じ。まあ8時40に確かホームルームだった気がしたんで、7時半から8時半が朝練ということで行っておりました。で、内容としてはこれ完全に決まってたわけじゃないんですけど、大体なんですけどね、大体なんですけどね、こんな感じです。まあ朝は結構動かないんで体が、弱いノック、まあ、弱いっつってもバカ打ちしないノック
を受ける練習、まあ、守備練習と、フォームを固めるためのティーバット、手投げバッティング、まあ、この辺が大体メインでした。どれかっていうのはその時の週によって課題を持ってやってるので、まあこの日もあるしこの日もあるしこの日もあったんですけど、まあ、大体バランスよく振り分けてっていう感じでやっていました。大体1時間ですねが朝練習で、まあ4時から普通に部活が始まって、大体終わるのが8時半ぐらい、全体練習が終わります。でそこから、自主練習が始まって、全体練習が終わって、まあ、照明のライターと室内練習場で1時間半ぐらい、まあ、10時ぐらいまでですね行っていました。多分帰った日、何もせずに帰った日っていうのは多分2日ぐらいですね。それ以外は全部やってました。で内容としてはこれだけってわけじゃないんですけど、大体夏場はノックと手投げが多かったかなと思います。で冬は、結構寒いっていうのもあって、まあ、ゴルフ守備ドリルとティー、まあ、このドリルとかゴルフっていうのはもうしょっちゅう動画でやってるような、動画でも紹介したようなゴルフ球、まあ、基本的にこういうのはコーチとか監督が教えてくれるっていうよりは、まあ、自分らが動画で調べて YouTube で調べてとか、ネットで見てとかそういうのが多かったんで、まあ、決まってはなかったですね。こういうのがあったからやってみようっていう感じで、基本的に SNS から引っ張ってきたものをやってました。大体これが1日の流れですね。平日練習は、まあ、土日は試合がほとんどなんで、まあ、この時間は少し早くなる感じ、もうちょっと繰り上げする感じなんですけど、まあ、基本的な平日はこんな感じで行ってました。ただ一応なぜやってるのかっていうのをテーマは持ってました、ね、ただやるんじゃなくてなんでやってるのかなっていうのをやる前に考えて、そのメニューに入ってるようにはしていました。もう最後に自分が行っていた練習の割合、まあ、この動画の前半でも話したように必要なことっていうのがあったんで、まあ、守備はもうパワーボール分でいう B 以上が欲しかったんですよね。なんで守備に関してはいろんな練習をしました。大体割合は6対4ぐらいで、この中の3割はほぼバントですね。バントはセーフティーもあったし、セーフティーからなんとか、バスターからなんとか、いろいろその辺の小技系もあったんで、バッティングを伸ばそうと思ったのは本当に1割ぐらいで、考え的には6割が守備に。でちょっとこの中でも一つテーマがあって、もうこれが多分一番大きいかもしれないんですけど、セカンドだったんですけど、当時群馬県のセカンドでその日にノックを受けた数だったら1番で終わろうという目標を毎日持ってました。まあ、1日が終わって朝練、まあ、昼練っていうのもちょろっとあったりしたんですけど、全体練夜練があって、その1日が終わった時にノックを受けた数1位になろうって考えてました。当時はノックを受けたら上手くなると思ってたんで、打球感と思って、とりあえず数だけは本当にこなしたくて、いろいろ考えてる中でこなしていく中で、まあ、数はナンバーワンになりたいなっていうのがあったんで、そこが一日のテーマとしてはありましたね。ずっとノックを受けた数だったらその日一番になりたいと、群馬県の中で見えないですけどね、見えないですけど、それぐらい自信を持つぐらいの量を受けたいと思ってました。はい、というわけで、まあ、こんな感じで6、4でっていう感じの練習スタイルでしたね、自分は。はい、まだいろいろあるんですけど、まあ、この動画ではここで以上にしようかなと思います。まあ、ちょっとこの動画が参考になるかっていうのは分かんないんですけど、時代もちょっと変わりましたので、何か参考になる点があったら、まあ、一つでも参考にしていただければいいかなと思います。ただ言えることに関しては、最初は本当に全然レギュラーなんて取れる感じはなかったというか、まあ無理だろうなと思ってたんですけど、まあ代が変わってやり始めたら取らないわけにはいかないなっていう感じになったんで、まあ、その辺もあったんで一応動画にしてみました。はい、というわけで本日は自分の高校時代4年4、5年前のお話ですが、じっくりと語らせてもらいました。好評でしたらまた別の企画もこんな感じでやっていこうと思うので、コメント欄で続編希望があればよろしくお願いします。というわけで本日は高校時代のお話でした。今日のマシロチャンネルは以上です。そして我々が着用する T シャツの販売を開始しました。今回は着やすいネイビーということで、ぜひ部活の練習で着てみてください。購入は動画概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはこちら Z プロステの軟式用グローブ、こちらは西武の源田選手モデルのグローブとなります。こちらイエローのグローブを1名様にプレゼントします。続いてこちら同じく Z プロステの軟式用グローブ、こちらはさっきの色違いで今度はレッドとなります。この型番が昨年大ブレイクしました。ぜひ一度使ってみてください。こちらも同じく1名様にプレゼントします。続いてこちら店舗別注グラブの久保田スラッガー軟式用グローブ、こちらは田口スポーツの堂田さんに型付けをしてもらって1名様にプレゼントします。プレゼント企画用ということでオーソドックスな型をつけてもらいました。誰でも使えると思います。こちらも同じく1名様にプレゼントします。
そして最後は皆さんご存知のトレーニング用グローブ、こちらもトータさんに片付けをしてもらってすぐに使えるグローブとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。ゴーでした。